ビオガリだよ。入るよ入るよ入るよ、大きいのいた。カエルの子はカエルピョン。はい、ということで、今回はですね、コハベチャンネルさんのおすすめのお店、タピオカのお店、こちらベンチンアンジさんに、やってまいりました。ありがとうございます。よいしょ。ということでね、まあね、タピオカちょっとね、今ブームで、また私たちもちょっとハマってて、結構ね、いろんなところのタピオカ飲んでるんですけど、ここなんかめちゃくちゃなんか有名らしくて、ちょっと気になってたんで、ちょうどね、コアさんのところが言ってくれたんで、行きたいと思います。まあベース、黒糖がうまいらしい、やっぱりナンバーワン、バブル、黒糖バブル、黒糖バルブやったんですかね。バブル、バブル、バブルが美味しいということなんで、マンゴータピオカ頼んでいきたいと思います。なんで？マンゴータピオカ。ちょっと店長の言っていいよね。まあ早速行きましょう。オッケー。頼むか。はい。こちらです。ドン。一押しどれですか？当店で今一番推してるのがこちらの黒糖バブルミルクでございます。やっぱすごい、これはすごい美味しい。すごい。この中だと私も一番これが好きです。わー、そう。こっちはより濃い。とこちらがミルクティーに黒糖を加えたものでして、あ、間違えます、こちらがミルクに黒糖を加えたものでしてこちらがミルクティーに黒糖を加えたもの。なるほど。よりミルクなのがこちらで、ミルクティー、お紅茶が好きな方にはこちらおすすめします。マジか。じゃあやっぱその間取ってタピオカ黒ごま ミルクオレで、すいません。え、違いました。すいません。お名前は？私ですか？お名前は藤沢です。藤沢ありがとう。藤沢でも顔出し OK。 藤沢 OK。 ありがとう。藤沢のこれ、藤沢好きやけど、これこっち頼むわな。ごめんな、藤沢こっちやったけど、ごめんな。甘さと濃いのりをお伺いします。甘めで、氷はまあちょっと少なめに入れてもらおうかな。タピオカ多めで。タピオカがもともとこのくらい入ってて、そうにすると550円かかっちゃうんですけど。いいですか。え、プラス550円。プラス50円で、倍になります。あ、もう絶対倍になる。それ倍に。倍で、はい。ありがとうございます。結構珍しいのだとベルラグーンとか結構好きで。あ、マジで。色が変わるので。そうよな。混ぜる前だとこの青と黄色なんですけど、混ぜると紫っぽくなるので、結構インスタ映えする方にはこちら。インスタ映えは絶対これやもんな。そうですね。じゃあ、タピオカマンゴージュース。すいません。ごめんな。なんで聞いたんかって話になるやん。ごめんな。大丈夫です。ごめんな。すいません。マンゴージュース、氷の量だけお選びください。まあ普通で。これ普通で。ごめんな、なんか言うこと聞かんで。そんなチャンネルちゃうんで、ほんと。大丈夫。まあ見に行けやから。ごめんね。2点で。はい、お願いします。1300円。はい、ありがとうございます。ということで、お楽しみに。買ってまいりました。こちらです。でね、新安さんの黒ごま、ミルク と、マンゴータピオカですね。こちらでございます。見して。やばないこれ。あったかいよ。タピオカ自体があったかいらしいよ。そう。で、よく混ぜて、よく混ぜて飲んでくださいっていう。どう？いいじゃん、どう？お、入るよ。大きいのがいた。の。どう？もう。どっち？どう、ライト君何頼んだの？いちごだね。いい。下がつくて。上がいいね。っていうかね、タピオカね、これ2倍にできるんやけど、50円で2倍になるの。絶対やった方がいい、これ本当に。ぜひ。タピオカ好きにはね。やってみてください。めちゃくちゃうまいです。ごま、最高です。あ、見て、マンゴー半端ない。マンゴー飲ませて。どっちが好きやった、エリク？マンゴーうまい。すっきりや。すっきり。こっちはもう結構濃い。ごま。おいしいです。大人が好きなの。ごまは多分ね、大人好きや。でもマンゴーも好きやもん。好きよな。美味しい。めちゃめちゃうまいんで。まあよかったらね。原宿に来ていただきたいと思います。思います。入る前に左手に。前に左手にね。行けばいい。ありますね。新安寺さん。ぜひお楽しみに。他にもいろんな種類がございます。
に行ってね。登録もよろしく。ありがとうございます。じゃんじゃん。